八時代の水墨画家、茶人、伝画師、官定家、兵務師。生は中尾、縄はの、野。宝豪は真野。豪は、鴨目め祭。春、鴨目め祭後。子に、芸阿網。孫に、あ阿網がいる。元は、越前朝倉市の家臣だったが、足利義則、義政に、同報酬として仕えて、能阿網と合詞、幕府における、書画等の官定や管理を行い、また、 東山魚物の制定を行った。特に水墨画に優れ網派の階層とされ、ツルズを描き、吉政に絶賛されたと言われる。自由にお物の名品を見ることのできる立場を生かし、花鳥図屏風や、白衣観音図のような、マキラ谷の図用をそのまま取り込んだ作品を残している。作動においては、書院飾りの完成、ダイス飾りの方式の制定などを行い、 小笠原流の霊法を三尺して、今日に伝えられているような茶の立て方を考案した。三条州二期では、同胞中の名人と記されている。その他レンガ、立花、高堂にも優れ、レンガでは七県の一人に挙げられ、北野天満宮のレンガ奉行も務めた。著書に、訓大関左右長期、東山魚物の目録である、魚物越え目録、自筆巻子として、 週100区のレンガ巻きがある。レインズ、ありがとうございます。